ピンにかかります。これはトップの金谷と2位のウィリング、このヘアピンのところで見てますと非常に各社の、ねライダーぶりがよく分かって面白いですよね。直線17周目に入りました。金谷選手は神戸のチーム金谷、奥さんと2人暮らしで何ですか、子供さんはいないんですが、大きな例のセントバーナードですね、あれを飼っているという金谷選手なんですが、体がね167センチで61キロとちょっと小柄な感じ、そこに大きなセントバーナードを飼っているという、この辺がいかにも金谷選手らしいところがあるんですけれども、この人は体は小さいんですけれども、非常に性格的には大きなところがあるんじゃないですか。そうですね、関西の人にしては珍しく、何しろさっぱりしてますね。なんかこう親分肌というところありますね。そうですね、なかなか若い人の面倒見がいいですね。そしてその金谷を追っているオーストラリアのウィリング選手はまだ独身であり25歳、趣味はスカッシュ、室内テニスと言いましょうかね、スカッシュと言っておりました。ウィリングが第2位であります。そして50番の上野、26歳若い上野であります。その後毛利が続いております。毛利は28歳、経験11年。その後には13番のオーストラリアのマリー・セール、第2位につけておりますウィリング選手と妹さんを奥さんにしているマリー・セール、つまり義兄弟というわけであります。そして、第6位には10.65番の杉本泉選手が上がってきてまいりました。上がってきました。この13番のマリー・セール選手であります。マリセールは1分4秒07、先ほどの週がそうでした。だいぶペースとしては上がってきておりますね。1分4秒台の前半で走っています。ちょっとこう、何て言いましょうかね、勝ち身の遅い選手なんでしょうかね、セールは。そうですね、先ほど転倒しておりますね。はい、マリセールなんですがね、第1ヒートはタイヤとキャブがちょっとそんなにひどいわけじゃないんだけど、ちょっと気になったということを言っておりました。で第2ヒートは1ヒートよりはとにかく全て OK であるということを言っておりましたね。はい、ちょうどウィーンと同じ175センチ60キロ、大変スリムな体をしておりますマリセール。ガソリンスタンドの従業員で週に1回レースに出ているという話をしておりました。レース経験は9年という、27歳にして9年ですから、かなりのものがあります。さあこちらがトップ争い、金谷とウィリング、このままでどこまで行きますか。19周目、まもなく20周目に入ります。この上りのストレートは前の方が見えないで、どうなんでしょうかね、ライダーとしては気になるところでしょうかね。そうですね、もうこれだけ走り込んでしまいますと全く気にならないですね。上りのところではとにかく見えるのは空だけという感じがあります。そこを通り越して第1ヒートを回って第2ヒート、この金谷の前にいるゼッケン61番は宋俊光選手、周回遅れであります。20周目に入っております。トップ集団、裏のコースです。高速 S 字、そして S 字カーブにかかります。 10.1 番の金谷の前の61番は宋俊光、周回遅れ。この61番のマシンはですね、向井さん、去年のこの秋の大会で優勝した浅見選手が乗っていたマシンなんですね。そういう点では非常に縁起のいいマシンなんですが、とここで今ウィリングが出ました。ウィリングが出ましたね。ちょっと金谷が前を行く宋選手にちょっとこう邪魔になった、ちょっと引っかかったですね、感じでしたね。その隙を見てゼッケン02番のウィリングがトップに出ました。ゼッケン5番の毛利選手のヘルメットのシールドが途中で飛んだようですね。自分の足に飛んだ模様という情報が入りました。はい、ウィリングはご覧のようにトップに出ました。そしてしっかりついて金谷、これ
周遅れが出てきますとね、この周遅れを抜くチャンスというのがあるんですね。ここで失敗しますと、非常にこの2人の勝負の場合にですね、勝負の分け目になる場合があるんですね。まあ、先ほどはウィリングがこのうまい方を突いたわけですよね。そうですね。カナテの下はこの後またそれを抜き返さなくちゃいけない。どこで抜き返すチャンスを見つけるか。そうですね。確かに周回遅れの選手が混ざってきますので、この辺はライダーとしても難しいところ。猛烈なスピードです。平均時速でも150キロ、この直線では260キロ、そして裏の高速 S 字という下りのところでは280キロぐらい出るということであります。おーっと、これは抜いた、これは抜きました。あ、しかしまたウィリンがインコースに出ました。抜きつ抜かれつですね。金谷ウィリングともにペースを上げています。21周目、トップで回りました21周目ウィリングが、1分2秒43、金谷が1分2秒41で回っております。リード上げてきましたね。周遅れが入ってきましたよ。そうですね。国本伊勢選手は周遅れ、ゼッケン19番。あ、また金谷がちょっと同じ日本選手にこう邪魔したというような感じがあります。ゼッケン1番の金谷、ウィリングはその辺うまいです ね。かなりやっぱり国際レースの経験が豊かな、はい、この辺はもうそういうところがよく見られますね。抜き方は巧みですね、はい。63というのが出ましたね、ウィリングの人。そして絶対1番の金谷が2位。金井さん、はい、外人チームのピットからはね、2桁の数字が出てますね、はい、で63秒ということですね。63秒、はい、なるほど、1分3秒ということですか。そうですね、はい、今のラップは1分3秒だよという合図をしました。ウィリングのピットクルーであります。また金谷のマシンが触れ始めましたね。第1ヒートではかなり、おっと、本当に横ぶれ、触れてきますとそれをまたうまく戻す、そのまた気持ちの切り替えの点でちょっとこう操縦の方に、別の方に気が散る恐れがあります。金谷ウィーリング、その後ろにぴったりついているのが金谷。3周目に入りました。いや、24周目です。早くも24周目。第1ヒートではゼッケン1番の金谷秀吾が36分56秒26で第1位。続いてウィリングが、わずかに0秒1。あ、金谷がまたトップになりました。金谷トップ、ウィリングもしっかりついている。23周目、金谷選手非常にペースを上げまして1分1秒80という数字が出ました。まだまだ来るからですね。まあ、今回は日本人ライダーの強豪の高井選手、浅見佐藤選手、いずれも外国遠征をしてこのレースには不参加なんで、まあ、当面の金谷の敵としたらこのウィーリングでしょうからね。周回遅れの選手が間に入り混じってきております。ゼッケン1番の金谷、ちょっとここでウィリングが遅れましたんでしょうかね、ちょっと差が開きました。まあ開いたといっても、まあ、秒数というほどのことでもありません、はい、この間に入りましたヘアピンで周回遅れの選手とサンドイッチになっている ゼッケン1番の金谷。その前についている選手はトップ争いではもちろんありません。これが現在第2位のウィリングであります。ゼッケン02番、トップが現在1番の金谷。金谷がまた周回遅れの選手を抜いていい位置に出てまいりました。こうなりますとウィリングがちょっと苦しいですね。苦しいですね。
周回遅れの選手を間に挟んで1位前を行く金谷を見ているウィーディングであります。しかし早いですね。12番が現在第2位のウィーディング、その後ろ 6.30 番が周回遅れ岸本悟選手であります。ヘアピン台間に入ってましょうか。あ、これは酒井選手ですね。ゼッケン51番の酒井選手、残念ながらここでダメでやります。さあ第2番、残りの周が少なくなってきます。第2ヒートです。後輪が大きくブレましたんで心配したんですが、その後ウィーディングの方が逆にちょっと遅れました。原井さん、はい、今酒井選手ですけれどね、第1ヒートも転倒しちゃったわけなんですが、はい、マル兄ちゃんと呼ばれてるらしいんですね。マサルってなんか言いづらいらしくて、老いがですね、なんかマル兄ちゃんマル兄ちゃんって言ってるらしいんですが、第1ヒート転倒で後続車に右太ももを上を通過されたということでビッグを引いてましたね。おや、そうですか。ちょっと酒井選手今回のこのロードレースはついておりませんでした。さあトップ争いは実験1番の金谷が快調に飛ばしています。金谷が飛ばす、そしてウィーリングもまずついております。まだ射程距離内十分であります。これが金谷、続いてウィーリング。おっとまた揺れた。第2コーナーの出口のところで大きく横ぶれ、ゼッケン1番の金谷、その後ろゼッケン02番がウィーリングであります。第1ヒートは1位が金谷、2位がこのウィーリング、そしてこの第2ヒートでもこのまま行きますともちろん総合優勝は金谷になりますが、もしウィーリングが金谷を残りに行った、あまたウィーリングがトップに出ました。金谷の車が欲しいんじゃないかな。欲しいですか。おっとおかしいですね。パンかな。あ、後ろを振り向かしてスピードがガクンと落ちました。金谷ウィーリングはこの間にぐんぐん行きます。金谷のマシーンはちょっとトラブルを起こしました。ウィーリングは行きます。このままウィーリングが行って逃げ切りますとウィーリングが総合優勝ということになりますが、金谷のマシーンが心配です。何でもなければいいけどね、はい、どうもあの止まり方が危ないな。ものすごく差がつきました。02番のウィーリングがトップ。おっとこれは燃えてますね、マシーンがね。誰の車でしょうか。あ、火が出ております。マシーンから火が出ておりまして、ライダーがちょっと皆さん黒っぽいスーツ着てましたか。黒っぽいスーツですと佐藤純三、純三ですね。そうですか、はい、これは金谷です。いますから、ね、純三選手は今ピットインします。純三選手がピットインします。それからゼッケン30番の岸本、岸本もピットに入りました。記録センターですが28周目、はい、金谷選手は通過しておりません。28周目、あーっとこれは毛利選手、ゼッケン5番の毛利のマシーンが火を吹きまして今消火器でこれを炎をとにかく消そうとしております。そしてピットにはゼッケン30番の岸本も入っております。救急車が出ます。金谷もピット、金谷が戻ってきますね。はい、ウィリングはなお走行を続けております。しかしコースの方で白い旗が出ております。本橋さん、これはこれ救急車が入っているということですね。あ、そうですか、はい。レースは続行されていいわけですね。はい、されてます。白い旗は救急車が入るぞというライダーへの合図であります。そうするとですね、はい、マリーセールが今2位に上がってきました。そうですか、はい、2位に上がってきました。上がってますね、はい、そうですね。金谷とそれから毛利、はい、みな外に出たわけですから、ゼッケン02番のウィリング、そしてゼッケン03番のマリーセールとオーストラリア人ライダーが、あ、上野が転倒ですね。ところにマシンを突っ込んでもう歩いていきます。急に第2ヒート後半になりましてアクセントが多発しております。
そうすると2位がマリーセールで3位に誰が上がってきましたかね、はい、上位を走っていた選手が次々にレースから脱落しております。杉本泉ですか。泉ですね。65番の杉本泉が一挙に3位に上がりましたか、はい、記録センターです、はい、30周終わりまして1位から3位までお伝えいたします。1位がゼッケン02番のウィリン、第2位がゼッケン65番の杉本泉。あ、杉本泉は3位じゃないですか。2位がですね、70後ほどまた詳しくお伝えいたします、はいはい、これは画面は今上野選手です。上野選手ラスインはその先突っ込んでおります。怪我はどうやらしてないようです。現在ゼッケン02番のウィリング、そしてゼッケン03番のマリーセールが行っているものと思われます。それから65番の杉本泉であります。新井さん、はい、金谷選手ですけどね、後ろの車輪がですね、はい、何か脇をこすったようでバストしてますね。あ、そうですか、はい、あ、とにかくブレたりなんかしていた。今メインスタンド前をゼッケン02番のウィリング、そしてこれはマリーセールですね。はい、行きますと、あ、杉本泉が行きましたね。杉本泉が今行ったんですが、この辺杉本泉が、周回遅れですね。そうですか、はい、そうしますとマリーセールが第2位ですね。今マリーセールがメインスタンド前を通過、これがマリーセールであります。マリーセールが第2位に、これはトップのウィリング。マリーセールはこれで総合でも2位になりますね、このまま行くと。そうですね、あ、第1位とか4位でしたからね、はい、そして毛利ももう飛んじゃいましたし、金谷も飛んじゃった、はい、あ、このまま行くと、そうすると1位ウィリング、2位マリーセールです、今のところ。はい、記録さん、記録センター、どうやら周回遅れで杉本泉はしかし3位につけてるようですね。周回遅れでも3位ですか、はい、あ、だいぶ混乱してきました。この第2ヒートでありますが、レースは続行されております。なおコースに救急車が入っておりまして、係員が白い旗を出しておりますが、レースは続行されております。今トップのウィリングが、あと、すでにウィリングは3周に入ったわけであります。35周をしますが、ウィリングはもう32周を走り終わりました。これはもう余裕たっぷりと言いましょうか、追ってくる選手もほとんどいないというウィリングであります。ウィリングのそういった気持ち、ラップにも現れています。31周目が1分6秒25、32周目が1分5秒25です。そうですか、もうとにかく大事に走っていけば優勝、しかも総合優勝間違いなしのゼッケン02番のウィリングであります。どうやら怪我人は本橋さんなかったようですね。救急車も帰ってきました。しかし後半になりまして、次々と上位のマシンが転倒、あるいは火を吐くというような事態になってまいりました。金谷、毛利、それから佐藤純三、上野、皆脱落、仕事も脱落しております。ウィリングがトップを悠々と走っているという感じであります。体はかなり立っております。そして、裏側の第2コーナーを今回りまして、これから高速 SD にかかる下り坂、本来ならば280キロぐらい出るわけでありますが、今はそれほど出ていないものと思われます。これがトップ独走のウィーリングであります。まだ独身、レース経験は6年あります。職業は何ですかという問いには、私はプロフェッショナルなライダーである、世界各国を回っているんだと誇り高く答えておりました。25歳の青年のウィリング、トップを独走しております。そしてこの後ゼッケン03番の義理の弟さんにあたりますマリーセールがつけているものと思われます。さらに周回遅れながらゼッケン65番の杉本泉、さあラスト、マリーセールラスト、ラスト1周です。マリーセールラスト1周を悠然と走っております。スノーのロードコース、ウィリングがとにかくトップを独走、ゼッケン02番のウィリングトップを独走して、これがもうラストであります。このまま行きますと
とにかく第1ヒートは2位でした。第2ヒートが1位ということで、ポイントは第2ヒートの方が多いわけで、総合優勝であります。ウィーリング総合優勝まであとこのヘアピンに入って上り坂を上って直線をちょっと走るだけで総合優勝の賞金100万円を獲得するわけであります。ウィーリング、さあ最後の上り、最後の上りにかかったウィーリング、総合優勝まであとわずか、総合優勝まであとおよそ 200m でありますウィーリングです。さあまもなくメインスタンド前ゴールに来ます。さあフラッグを受けたゴールイン、総合優勝はオーストラリア人ライダーのウィーリングと決まりました。あ、嬉しそうなウィーリング、ね、しかしこれはまあ金谷選手もこけた、毛利もあれもこれもという感じでしたが、しかしなかなか見事なもんですよね。そうですね、マリーセールが入りましたね。セールが第2位、そして62番の杉本泉が第3位につけております。1位が62番の杉本泉が3位と思われますが、とにかく第1位が02番のウィリング、そして第2位が03番のセール、そして65番の杉本泉が第3位の模様であります。周回遅れとなっていたわけですけれども、間の選手がだいぶレースから脱落しております。これは優勝したウィーリングであります。沿道のファンに手をご覧のように振りまして喜びを表しております。オーストラリアからやっとありましたウィーリング、3月26日のオーストラリアグランプリではこのウィーリングが金谷をよく抑えて最後の方まで行った後トラブルがありまして金谷に抜かれ優勝しております。その意味では高橋さん、はい、このオーストラリアグランプリが、はい、この相撲でですね、はい、逆転されたと、はい、逆転始まりになったわけですね。そうですね、はい、またウィリングも金谷に勝ったということで、やはり嬉しさも、まあ、等しいでしょうね。そうでしょうね、はい、嬉しそう。記録センターです、最終的な順位をお伝えいたします。1位が、ウィリング、2位がマリーセールですね、それから第3位には杉本泉、第4位にゼッケン19番の杉本磯代、第5位が61番の宋、という順番です。あ、だいぶこれは途中のレースからは思っても見ないような上位の順になりましたね。そうですね、そうすると総合では杉本磯代選手が4位ですね。ポイントでいきますと、そうですね、はい、総合ポイントでは総合優勝がウィリング、第2位がマリーセール、そして第3位に泉選手が入りましたかね。いえ、第3位が杉本磯代選手でしょ。磯代選手が第3位ですね、はい、はい、ライダーの会の、まあ、会長という杉本磯代選手が総合ポイントで第3位に躍進したわけであります。嬉しそうなこの黄色いライダースーツを着ております、もう帽子をかぶりましたがウィリング選手、そして、その向こうに見えておりますゼッケン03番のマシンが2位に入りました、マリーセールのマシンであります。94年の歴史を持つ飛島建設は、近代土木から現代建築までシステム工法による施工力の向上を図り、都市開発、地域開発、環境整備の主要プロジェクトに参加し、各種ビルディングから施設の建設、あるいは鉄道からダム、土地造成、レジャーランド、さらに海外事業に至るまであらゆる建設事業に邁進しております。ムーンライトが優しく語りかける、ロマンチックな風が素顔で包む、琥珀の夜をラブソングで綴る、そんなひとときをあなたへ。ダイナミックでムーディーな尾崎清彦クルスさんのディナーショー、6月11日スポーツランド素顔で開催。お問い合わせはスポーツランド素顔、または素顔仙台営業所へ。ブー、ひんやりドキドキ、ハロー
無沙汰。美味しさあなたに僕金ボブ。それでは総合優勝を果たしましたウェリング選手にお話を伺います。 Congratulations。 Thank you。 まあ第一ヒートは2位で 第2ヒートがとにかく優勝ということですけども、とにかく今現在の気持ちをお聞きしたいんです。You have won the race, and what are you feeling now? I'm very happy to win, and very grateful for Yamaha for bringing me over to race at this meeting, and thankful to the organization for such a good run meeting, and feel a little bit sorry for Kanaya.Because he have problems. ただいま大変幸せでいっぱいです。特に今回招待いただきましたヤマハに対して、それからまた今回のレースのオーガナイザーに対してお礼を申し上げたいと思います。それから金谷さんに対しては大変気の毒に思っております。第1ヒートではずっと金谷選手の後ろを走ってて、第2ヒートでは非常にいいゲームだったと思うんですけども、その、まあ、金谷選手に対しての何て言うんですか、印象みたいなものを聞きたいんですが。 In the first heat, you were always behind Kanaya, and second heat, you won Kanaya. And what impression did you have for Kanaya? In the first heat, Kanaya went very fast right from the start, and it took me a little while to get going.And then I had to catch him. In the second heat, it was very much a race of tactics between Kanaya and myself. Sometimes I'd lead, then I would want him in front, and then he would be in front, and he would want me in front, because it was going to be decided in the last couple of laps, but unfortunately he had trouble. どうもありがとうございました。第一ヒートでは大変私も走るのに苦労いたしましたけども、第2ヒートはいろいろ私も戦術を使いまして、抜いたり抜かれたりということがついたんですけども、最終的にはああいうことになりました。これからも頑張ってください。 We wish you have more success. Thank you very much. Thank you very much. それでは最後にシャンペーンを抜いていただきます。山田さん、Then, please open the champagne, please. 今のその表彰のインタビューを聞いてましてもね、ウィリング選手非常に冷静な感じがしますよね。そうですね、年齢に似合わず冷静ですね。まあ、第1ヒートは金谷とウィリングの非常に素晴らしいデッドヒートを見せてくれました。第2ヒートの方もいろいろとご覧いただきましたように、アクシデントがありましたが、こういったのがまたこの奈良半のスピードレースロードレースなのかもしれませんね。そうですね、レースのやっぱりこれがわからないところですね。まあ、これで第3回の大会だったわけですけれども、10月22日に第4回大会が、まあ、この相撲で予定されていますが、大分大橋さん、ロイン選手が予定しているようですね。そうですね、前回優勝の浅見をはじめとして、高井ですね、それとあと、片山ですね、この辺が予定されていますし、あと外人も2、3を予定されていますね。そうですね、予定ということでね、各レーサー世界あっちこっち駆け回ってるわけですから、活躍はまだ取れないわけですけども、これが本当にこの相撲に勢ぞろいしますと、これは大変なレースになりますね。ね、金谷なんかはもう今からそれをもうそれに備えてっていう感じでやってますね。そうですか、はい、秋のこの第4回の TBC ビッグロードレースフォーミュラ750が非常にまた期待が持てる、そういうことが思われます。今日はこの菅生のロードコースから第3回の TBC ビッグロードレースフォーミュラ750をお送りいたしました。解説は本橋昭康さん、そしてゲストは山田純さんでございました。どうもありがとうございました。どうも。それではごきげんよう。スポーツランド菅生の中に佇むクヌギ山荘は緑のオアシスです。そこで過ごす時の流れは今までと違った自分を見つけることができるでしょう。
300名様がゆったりくつろげる山荘内では、研修会、結婚式、パーティー、そしてご家族の団らんと毎日楽しい集いが繰り広げられています。お問い合わせはスポーツランド菅生、またはスゴー仙台営業所へどうぞ。より安全なバイクライフをエンジョイしてみませんか。第1回ヤマハセーフティーライディングスクール、5月28日日曜日午前9時からスポーツランド菅生で開催いたします。参加料は2500円です。定員が20名様と制限がありますので、お早めにお近くのヤマハ販売店へお申し込みください。お問い合わせは 94-6121 までどうぞ。野生で奪え。ワオ、日課プロの50。この放送はスポーツランド菅生、ヤマハ発動機、日立、日課ウイスキー、飛島建設、大沢商会の提供でお送りしました。さすがチャンピオン、お得なカローラ。カローラに敵はないし。追っかけろ、オレンジ色の風船、おいしいファンタの目印だ。おいしさ、ふん、ファンタスティック。お客さん、お客はどうだった？ああ、いい子だった。ショーは最高だ。景色は素晴らしかった。また来て調査の村中で来るよ来るよ。嬉しなっちゃうな。バンダイグランドホテル、あらお出かけ。はい。少年ふけやすく学なりがたし。バスボンヤーシャンプー、今湯けむりポーチが当たります。奇跡が起きそうよ、くるくるピピピと感じてくる。電子制御が温度湿度をコントロール、ナショナルエアコン。くるくる前へてクール。ガリガリのサクサク、男だったら凍りやす。水に溶かして凍らせて森永凍りやす。昔美人の母さんへ、母上は召し上がるだけ。トゥープラグジェットエンジン搭載、新型バイオレット。 Good design. Pilot. 本当に使いやすい車は美しい。サク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 、みぞれっこ。サクってサクサク、みぞれっこ。サクサクピッ、ハウスみぞれっこ。ワイシャツ、正確にはホワイトシャツって言うんですのよ。すぐ教養がにじみ出ちゃって。名の通り白いシャツですもん。